郷土内。そのテニスしてたのだけ知ってんねん。あ、テニスはしてたよ。よしおと3人。よしおと柴田さんに。久しぶりやね。そんな。まあでもちょっと生み出し。生み出しって何？ああ、そうです。溜まっとるやっぱよしおも。違うよしお。え、何何？植木の生み出し。ああ、をする時間今。ちょっとよしお来て、よしお来てて、うん。よしおが植木にな、うん、今の生活みたいな、あ、なんとかないみたいな聞いてんよ。踏み出す不満とかね。俺はまあそんなないかなと。いや俺も正直ないと思ってる。俺が別にそのまあまあそのお互い様みたいな感じのとこで収まってる感じはしてたけど、植木がなんかあるなみたいな。こいつあんねん。で俺はそれちょっとショックやって。あ、そうなんや。あるんやと思って。あ、それはその改善したいい意味で海を出してほしい。いやまあそれはね。え、それまだ聞けてないの？聞けてない。あるという。あ、お前当てれるみたいな。わかるみたいな。そういう喋り方するけど。じゃあはしょってるよ全部。え、ちゃんと噛みすぎてる。ちゃんと教えて。酔ってる、酔ってるから。まず別に不満はみんなにじゃない。え、誰に？え、今日思ったのは、うん、いつしこってるみんな。不満じゃないやん、それは。海じゃないやん。やっぱちゃうねん。チンコ出してるやん、お前。チンコ出すなって。何のテーマもない状態で、よしおに言われてる。生活に関しての不満やろ。そう。別にみんなにじゃないやん、別に。いつでもしこれるやん。あ、それ自分でってこと。そう、別に。みんなへの不満としたら、うん、赤澤が洗濯の日を守らんぐらい。はあ、俺もうほんま無視してるもんな今。むちゃくちゃやな。むちゃくちゃやから俺ぐらいかな洗濯は。あ、じゃあ俺らに思ってるわけじゃないっていうね。別に、うん、まあ、その洗濯も別にな、二人で回してるだけやから別に、うん、なってるから、うん、でそれがちょっとショックやったけど。あ、じゃあ植木のただただ語弊。ルームシェアならでは良さでもあるね。良さ、もう今日もしこられへんねぐらいの。え、しこれるくない？いや俺ほんまにそこだけ聞きたいわ、先輩方に。最近夏で赤座の部屋エアコンないから、うん、いよいよもう空いてる。開けてもらってるわ。うん、空いてるから、いよいよや。前までは頑張れ。え、でも朝しこらんの？俺朝しこんねん、いつも。朝しこれへんねん。え、ドアが開いてるのに？朝起きたらもう全員おらんくなってるから、俺の場合。あ、そうか。12時とかに起きるから。最近ムッチョと生活リズム似てきたもんな、バイトの時間の関係で。あ、まあ結構確か多い人は会うけど、一人の時ないの？一人少ないな。あ、え、ちょ、今の生活どうなってんの？なんか家におらん割におるみたいな、なんか気もない今。で、赤澤と3人で多分入れ替わってるんだ。ああ、こうローテーションみたいな感じなんや今。赤澤だけおる時間多いんちゃう？え、あ、そうやな、俺一人の時間多いかも。みんな午前中のバイトになってやりま。俺って何時何時？俺基本10時、16時が多いから。10時、16時、うん、はいはいはい。あ、なるほどね。で、むっちゃも9時ぐらいにそう出てやり。ああ、俺も9時、2時、9時、3時やな、うん。あー、そうやね、すごいね。朝から夜とかまで。あ、だからもう昼も赤沢のフリータイム。俺そらもう昼独壇場しこりまくり。俺もう大音量にして裸なってやったろかなってくらい人おらんすぎて。なるほどな。そう、あの自由やな。 あるでしょそれでも。いや意外とないな。でもジョージメンズコーチが言ってたけど、やっぱお泣きにした方がいいねってジョージメンズコーチが言っててんけど。別の話やね。ジョージメンズコーチマジリスペクトしてるからさ、俺は。むっちょがしこってない、いつもわかんない。あ、わかんの、うん、一番知らん。この扉を一回見たぐらい。ガラガラ開いてすぐこれでバシャーって。なるほどね。いや違う、それ絶対違うよ。え、芝がおらん日のガラガラバシャーはもういつもお疲れ様ですと思ってるけど。お勤めご苦労さん。俺よく手洗うもんだって。意外と潔癖。フェイクもあれ、あれ。
フェイクというかそもそもよくなんか手洗いたいから手洗いたい派の人そのおかわりの言い訳みたいなほんま俺週どんぐらいで見る？だから週1になるのその芝がほんまなくて週1にやったらそうやんやってる頻度的に、うん、なんか絶妙なタイミングやなあ別にバレてもその俺も大音量で植木おるけど流しててあはぁ大音量オナニストや、うん、いいなみんなやったらええやん別に何も思えん俺ら見過ごしてくれる別にああこれしこってんなーっていうだけ、イヤホンするだけ俺らこっち側もちょっと萎えるやんやっぱり 100% になりたい時よりかえどういうことスパイスにはできへんのやべえ状況で俺やっちゃってるっていうないスパイスならんなまあまあまあならんけど俺もならんああそう全然いやでも俺ばあちゃん家で一回しこったわ男はやっぱ疲れてる時ほどみたいなあるやんなんでやろなあれむずいよな体調悪いとか俺なんかもうすげえさバイト疲れた日とかにさ、うん、最後女の子とさ帰り道じゃないけど、うん、お疲れ様ですみたいな時間すっごいエロい気持ちになったりすんのよそれもさっき言って大丈夫もし寝てる子おったら帰られやんあそっか嘘ですやん酔ってるから芸人さんだから嘘やって全部嘘あれほんまきついよな、もんもんとして帰って、しこって。なんやろ、あの変な状況でしこりたくなるね。あれしてた？なんかその違う部屋で寝るみたいな楽しみしてた？廊下で寝るみたいな。あ、今から言うの嘘やけど、全部。嘘なんかよ、お前。嘘やけど。嘘つくなよ。友達一、男友達の。うん。猫飼ってる2匹。家で泊まらせてもらって。で、もうシングルベッド2人で寝とったんや。夜。うん。猫2人がなんか俺に乗っかってきて2人って言うんや2匹乗っかってきて、うん、猫ってなんかあれ甘えてくるときかなどこが嘘なんやふみふみしてくれるふみふみあるな猫はこれ嘘なんやろこれ何これふみふみがたまたまその股間にふみふみしだしたねああじゃこれ嘘なんやけど、うん、でも最初可愛かったんやけどさ、うん、ちょっとどんどんこっちもふみふみしたくなってきてあ自分で、うんあら猫をふみふみしながらこれ嘘やのに俺もふみふみしちゃったっていう嘘でキモいわ全部嘘やけどな今の話猫ふみふみしながらどういうことどうやってなんで気になんねんじゃあ不満ないやそんなほんまにそんななくなったなまあ言うときや最近でもなんかほんま緩なってるもんななんか植木自体が寛容になってるというかなんかないのカリカリしてたけど最初はそうあこれ前の植木やったら言われてたかもなみたいなあるもんなんかふんわりよかったよかったほんまにないんかななんで残したいのでも欲しい正直逆に、ね、なんかくれマジすごいな結構雑なってるよ何が俺らも雑に生きてるよ結構それで結構汚れたりしてるよブローもこんなぐちゃぐちゃにしたりさ風呂とかもなあんまやったりとか、うんうん、そうボディーソープとか買わへんし俺らやってるシャンプーも買わへんしめんどくさがりぜでも今みんなちょうどなんか支え合ってる人と友人になってるなんかみんな買い出しも手伝ってくれるしああ手伝うでしょもっと手伝いたいぐらいほんまになほんまにほんまに俺は好きやねん何がなんかそういうのが買い物して貯めとくのがあストックがストック好きやからなこいつマジで貯金とか大好きやからマジでこの奥のストックいや、そう、全然そう。ポン酢買ってくれ。ポン酢うまいの？ポン酢が俺ずっと欲しかって言うの忘れてて。買ったと思ってたな。ストック。もう買ったんね。オリーブオイルなくなったと思った次ストック。気持ちいいな。気持ちいいんや。あるよって。俺もう上見てるからね、植木。ありがとう。ありがとうなって。
伝えてくれていいのに、うん、そこにおんねやから結構おるもんな、うん、お疲れ